あ、来ました来ました。よいしょ。はい。ありがとうございます。こんにちは。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、お願いします。ありがとうございます。ちょっとこれを開けていきましょう。こちらでございます。今回 BenQ さんから提供していただいた EW3270U という、パソコンのデスクモニターですね、はい、32インチでアイケア技術が採用されているものです。なので僕はこれをちょっといただきました。僕がなんでミニマリズムなライフスタイルを送ってるのかって言ったら、やっぱ仕事と YouTube に専念したいから、他に無駄なその専念を妨げちゃうような無駄なもの、無駄な情報だったり人だったり物だったりっていうのを排除していこう、手放していこうっていうことでやってます。なので物が少ないミニマリズムなライフスタイルを、まあ、結果的に送ってるんですけど、僕にとってはこう YouTube と仕事に集中するための環境づくりってことでやってます。はい、なのでまあその前提条件がないとちょっとわけわかんないことになっちゃうと思うんで、まあ、今回ちょっと簡単にシェアをさせてもらいました。で、僕が今仕事だったり YouTube の編集だったりっていうのはこの13インチのパソコンで全部やってます。もちろんカフェ行ったりホテル行くときはこの13インチのパソコン全然いいんですけど、ただ家の中でこれをやろうと思うとやっぱちっちゃかったり、僕がすごいな、この人すごいなって思ってる人のその部屋の中だったりとかをこうリサーチして調べていくと、やっぱりモニターは1台ドンっていうのがあります。で、今回この BenQ さんっていうところからオファーをいただいたので、まあ、せっかくいただいたオファーなんで、まあ、このモニターも安くはないですから、僕も欲しかったし、BenQ さんからもせっかくオファーいただいたんで、まあ、タイミングがいろいろあったなっていうふうに思ったので今回導入をしてみました。ただこれがこの上に置けるのかっていうのはすごい不安なんです。これ多分 7,8 キロあるので、あ、ちょっと強度的に不安なところはあります。よっこらちょっといい、おお、さすが 2x4 材です。かなりたわんでますけども、ポキーンって折れる心配は全くないです。ただここが壊れてしまいました。パコンってすごい音して外れちゃいました。まあこれボンドで止めただけで、本当に僕のなんか DIY というよりかは工作っていう感じで組み立てたので、これは初めやった時って本当にもうただの工作じゃねえかとか言って低評価ものすごい多くて、僕も作んない方がよかったかななんていうふうに思ったんですけど、白にした途端にあいいですねっていう感じで言ってくれて、あよかったってなったんですよ。なんですけどブラッシュアップということでこれもじゃあ変えちゃいます。はい、あ、もしもし、はい、わかりました、はい、失礼いたします。今はこんな感じで適当に置いてます。いやー、明日どんな感じになるのか楽しみです。おはようございます、翌朝になりました。Amazon のページを見るとだいぶ商品が家に近づいてるなっていう感じがするので、もうちょっと待ってみたいと思います。全然この13インチでもいいんですけど、ただ文字を書き続けるってなるとこうやっぱ集中して見ないといけないので、そうするとやっぱ目が疲れてしまったり意識が集中力が続かなかったりするかもしれないですね。なのでまあこれに変えてどうその僕の作業効率が変化するかっていうのがすごい楽しみです。はい、来ました来ました。はい、マキミンです。はい、ありがとうございます。いや、来ました、待った4時間ぐらい待ちましたよなと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもです。まあ、こんな感じで役者は揃いましたので今から組み立てていきたいと思います。それではせーの、終わったー、あーちょっと待っていっても30分ぐらいしか出てないんですけど、はい、じゃあ細かく見ていきましょう。じゃあまず開けていきます。よいしょー、おー、いやー、でかいですね。これが13インチなんですけど、1、2、3個ぐらいはあるかなっていうぐらいすごく広いです。で、付属品はまずこれ HDMI ケーブルと、これが USB Type C のケーブル、あとこれが電源のやつです。はい、でこれがドキュメントですね、はい、が入ってますと。で、まあ、各種ケーブルをつなげると
こんな感じになりますと。で、あの机の色かなりツッコミが飛んできそうなんですけど、これは明日100均であの白の塗料を買ってきて塗るので安心してください。で、まずいろいろやっていきたいんですけど、まず電源がこれかな。おー、来ました。お、来たー。うわー、でっかでっかでかちょっと待ってください。この動画編集、いつも僕このサイズで編集してるんですよ。このサイズで動画編集してるんですけど、このディスプレイでやると、いいよ。うわ、すげえこれはやりやすいですよ。しかも音がこのモニターのパソコンから、このモニターから音が出てる感じです。まあ音の音質はこの13インチに軍配がかなり上がってるんですけど、あ、でもすごい見やすいですな。 ありがとうございます。これ、よー、よかった。これは当たり前かもしれないんですけど、これ USB Type-C 接続するとこのパソコンも充電してくれてます。なので充電しながら 4K の解像度でデータを送りながらいろいろできてしまうと。 USB1 本だけでこと足りてるのでめっちゃミニマリズムですね。まあこれが今の、あのデフォルトの環境というか、まあ、そういう環境は当たり前ですよっていうかもしれないんですけど、わあ、もうこれはありがとうございますって感じです。ちなみに画面の細かさに関しては、やっぱりレティナディスプレイは僕は最強だなって思います。もうめちゃくちゃレティナディスプレイは細かいし見やすいです。ただ僕が13インチのパソコンで作業している時っていうのは、だいたいこれぐらいの距離で見てたんです。なので背中が、まあ、自然的に丸まったりとかしていたんですけど、このモニターを見る場合はもうこうですから、これで作業できますから、これめっちゃもう姿勢も楽ですし、これは長時間作業できるなっていう感じがします。 HDR っていうボタンがあるので、ちょっとこれを押してみます。よいしょ。ちょっとカメラ越しでは分かりにくい気がしますけども、大学の時のその研究室で使っていたパソコンとかって、まあこういうでっかいモニター使わせてもらってたんですけど、やっぱりこう目になんか電磁波が来てるぞっていう感じがしてました。でもこれすごいなんか優しい感じがします。まあ僕のあくまでもイメージかもしれませんし、長期レビューしないと何とも言えないんですけど、やっぱり 4K モニターってめちゃくちゃ細かいですね。はい、まあ、こんな感じでちょっと編集軽くしてみたんですけど、やっぱこのレティナディスプレイの細かさと比べると、やっぱ 4K ディスプレイとはいえど、やっぱレティナディスプレイには勝ててないのかななんていうふうに思います。ただあの遠くから見ると全然その、あ、なんかこの距離で見たら荒いねっていう、レティナディスプレイの方が細かいねっていうのは、まあ、全然差はあるんですけど、ただこの距離で見るので、そうしたらもう全然わかんないですね。こう目がチカチカするっていうのも全然ないですし、これだったらもう長時間作業できるなって思います。うん、とりあえず今簡単に作業してみて、首も疲れなかったですし、目も全然痛くならないですし、目も全然充血しないと思いますよ。なのですごくいいです、これは。あ、すいません、またちょっと見つけてしまいました。今これ USB Type-C を接続して充電しながら作業していると思ったんですけど、今これ 55% ってなってます。さっき 75% ぐらいだったんですけど、なので減りは遅いんですけど、ただ着実に減っていると。電源のその供給力が弱いかなというふうに思います。なのでこれ作業した後はちゃんとした電源で接続しないと、多分どん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 本体の電源が落ちてしまうっていう感じですね。はい、なのでここはちょっと注意した方がいいかなというふうに思います。ということで、今回は勉強さんから大型のモニターをまあいただいたので、まあ、ついでだったら思いっきりもうデスク環境っていうか仕事環境を変えてやろうと思ってやってみました。
はい、いかがだったでしょうか。ちなみにあのこの動画を見てアルショッピンさん物増やしすぎじゃねっていうふうに思った人もいるかもしれないんですけど、ただ僕の部屋、まあ、こんな感じなんで、はい、あの全然、まあ、あの他の人から比べたら全然ミニマリズムなんじゃないかなというふうに思い、まあ、全然自慢とかじゃないんですけど、ただ僕はやっぱこんな感じで仕事に集中できるような環境はブラッシュアップしていこうと思いますので、はい、これからもなんかいろいろなんか買ったらレビューさせてもらいます。で、あと僕はこの外部モニターたち、まあヨドバシとかでもいろいろ見てたんですけど、やっぱりレティナディスプレイと比べたら画面が粗くなっちゃうなっていう風な感じで思っていたので、どうしてもやっぱこう買うことをこう敬遠してたんですけど、まあ、今こうやって使ってみて、まあ、正直モニターからは離れてだいぶ遠いところで作業するので、全然そんな粗さとかは気にならないですし、まあこのモニターアイケアっていうか目に優しい技術があるので、僕が今回ちょっと作業してみて明らかに目のあのチリチリっていうか、その目がピリピリ痛むっていう感じはなかったので、やっぱり勉強さんはすごいなっていうふうに思いました。スペックだったりなんかその細かい数字とかデータに関しては勉強さんのサイトだったり Amazon のなんかそのレビューじゃなくて Amazon のそのページとか見てもらえれば、僕の説明よりも100倍分かりやすいのが載ってるので、そちらをチェックしてください。まあとりあえず今回の動画では実際に使ってみて見やすさだったり目の疲れ具合だったり USB Type-C だけでいろいろ本当に作業できるのかなっていうところをチェックしてみました。はい、今回のお話がちょっとでも面白かったです、参考になりましたと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということでまたちょっとこの長期レビューみたいなのがまたなんか変化がありましたら、その時にレビューさせてもらいますのでよろしくお願いします。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。